本日お話を伺うのはジャーナリストの池上彰さんです池上さんは2021年5月20日に池上彰の君と考える戦争のない未来というご本を発表されましたご著書についてお話を伺いますトランプ政権はアフガニスタンから段階的な撤退を表明し バイデン政権もこれに続く形でアフガニスタンから完全撤退を発表しましたさらに今年の7月の後半にアメリカはイラクでの戦闘任務の終了を発表しました2001年同時多発テロから続いた一連の中東での戦いが終焉の時を迎えているようにも見えますがここにきて武装勢力タリバンがアフガニスタンを制圧アフガニスタンのガニ大統領までアラブ首長国連邦に避難してしまいました アメリカはこの20年で一体何を成し遂げたのだろうと疑問に思いますが、池上さんは現状をどう見ておられますか。この20年間は何だったんだろうって話ですよ。ね。うん、で、さらに言えばもとも、もともちろんこの軍隊を撤退するっていうのはトランプ政権が言い出したことですよね。バイデン政権はそれを引き継いだだけなんですけど、今トランプ前大統領が、まあ、あのバイデン大統領のことを非難してますよね。<laughs> 俺ならうまくやったって。いやいや。<laughs> いいやいやそもそもアフガニスタン政府をあのそっちのけにしておいてアフガニスタン政府の頭越しにタリバンと、えー、交渉したのはアメリカ軍でしょうとアメリカがタリバンと話をしてじゃあアメリカは撤退するからねって約束をしておいただから結果的にタリバンがこうなってきたということですよね、うん、の人のせいにするなっていう話なんですけどでも結局アメリカはもう あのまずね、オバマ大統領の時に、アメリカは世界の警察官ではないって言い切ったんですよ、はい、も要するに、もう、だからこう、トランプでアメリカファーストってイメージがありますけど、いやいや、もうオバマの時にこに、中東への関与はなるべくやめていくという流れができているわけですね、これは共和党だろうが、民主党だろうが、その流れは変わらないんだと思います。そそししてバイデンも当然のの中東への関与はしない で非常に大きな理由としては、アメリカでシェールオイルができてきて、石油を中東に頼る必要がなくなっちゃったから、アメリカでもう全部賄うことができるから、中東が全然大事なところではないわけですよね、だからアメリカはこれからも中東に配備しているアメリカ軍をどんどん撤退させる、これは進んでくるでしょうね。あ あの結果的にアフガン、またばーっと今、戻ってきちゃいましたけども、これ、どうなるんですか、もちろん、ももからないですけども、うん、これ、今ま、まさにどうなるんだろうって、みんながこう心配してるってとこですね、やっぱりあの、えー、タリバンにしてみると、やっぱり20年前にあまりにこう過酷なことをやって、国際的に批判を受けたという、やはりこの20年間で、 これからタリバン政権でアフガニスタンを発展させようとするならば、うん、国際社会から孤立してはいけないということになると、うんえー、女,女性の,の,の権利をそれなりに認めるということをこうしなければいけないんじゃないかと考えている首脳陣がいる、うんうん、だけど現場レベルがそれ,それを守るかどうかというのは現時点ではわからないということですね。うん、あのー そのこのだタイミングでアフガンとか中東からだん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 引いていくっていうのは、今おっしゃったように、もうシェールがあるから、石油のことはいいんだっていうのはあるのかもしれないですけども、一方でやっぱりちょっと中国に対して、特に台湾とかにこれから来るんじゃないかっていうにそに、はい、その兵力をアメリカは中東から対中に向けて動かしていかなきゃいけないっていう理由もあるとお考えその通りです、全くその通りですそれが非常に大きな理由だということですね。ね もう中東とそれからアジアと二正面作戦はもはや取れないんだということですよね。実はアメリカってこれまで2.5という戦略を持っていたんですね。うん、というのはつまりパパ・ブッシュの頃まではアメリカ軍の国際戦略というのは2.5つまりアジアと中東で同時に大規模な戦争が起きてもアメリカ軍はその両方で戦闘する。 戦争することができるさらにそこ以外のところでの小規模な紛争にも関与することができるこれが2.5というものだったんですね、うん、ところが息子のブッシュでアフガニスタンやイラクを攻撃したことによってすっかりアメリカ軍は弱くなってしまってもはやこう2も維持できないという、うん、1.5が維持できるかどうかというもう一つしか維持できないような状態になってきているとなると 中国をとにかく、えーまあえー、考えて、ね、アジアに、えー、部隊を移動させなければいけない、その一環だと思いますね。うん、これ、沖縄とかがぼーっと入ってくるアメリカの兵が増強とかってありえそれはもうアメリカ軍の,あの沖縄には海兵隊と空軍の基地がありますから、うん、そこにあの多数の兵隊がいる,っているってことになってるんですけど、実はアメリカの。 あそこの、えーえーとですね、海兵隊の基地の兵士って、うん、あのいつも、ね、増えたり減ったりしてるんですよ。一応定員が何人ってことになってるんですけどアフガニスタンやイラクにこう沖縄の海兵隊が派遣されてるんですね<ー>でだから今結構沖縄の海兵隊アメリカ軍の海兵隊の基地ってガラガラなんですようん実戦部隊がいないんですねそれが多分戻ってくるでしょうね。 だから増強されるんじゃなくて本来の定員にこう戻ってくるという形になるでしょうね急速に成長する国家の台頭がこれまで覇権を握ってきた国の脅威となり対立構造を生み出して戦争へと発展するテキリテスの罠というハーバード大学の政治学者グレアム・アリソンの作った造語についても本書の中で説明されていますこの20年で中国は目覚ましい発展を遂げ 経済力や軍事力など、やがて米国をしのぐのではないかとも言われています。また、中国に続いてインドや南米の台頭もあり、アフリカの開発も進んでいます。池上さんは、現状とこれからをどう見ておられますか、まあ。とにかく中国が経済力でも軍事力でも今急激に力を伸ばしてますから、まあ、少なくとも、例えば西太平洋において、日本の周辺のにおいては、軍事的に中国がアメリカを凌駕するという、 そういう状態に間もなくなるでしょうね、うんア。アメリカがだからはるばると太平洋を渡ってこう南シナ海まで来るということが非常に難しくなる。<ー>中国がそれだけの力を持つというそういう、えー、現実が間もなく来るんだということですよね。うん、極めて残念なことですが。間もなくっていうのはもう本当に2、3年のイメージですかそうですね。あ<ー>はい インドとかっては、いや、に日本あの極めて親日の国ですから、さらに言えばインドっていうのは民主主義の国ですから、基本的に選挙で選ばれたということになるわけですから、独裁国家じゃないですからね。うんだから日本にとっての脅威にはならない、むしろ、えー、日本がインドと手を組んで、えー、中国の包囲網を作ろうとしているという、はいはい、そういう状態ですよね。 でインドもまもなく人口が14億人、まもなく中国を抜きますから、世界一の,あの人口の大国になる、そういう意味ではインドはこれからどんどんさらに大きくなるでしょうね、ただし、民主主義なんで、もういろんな手続き、全部選挙でやらなければいけないもんだから、なかなか進まないんですよ。あ<ー>いろんなことが進まない、民主主義の国っていうのは、いや非常に厄介だなということですね。 第二次大戦後ドイツや朝鮮半島は大国によって分断され異なる統治体制に置かれます今も中東をはじめ世界各地で行われる戦争にはアメリカやロシアが支援という形で介入してそれぞれの勢力をバックアップしまるで縄張り争いをしているように見えますアメリカやロシアはどんな意図を持って他国の争いごとに進んで介入していくのでしょうか、また 本来であれば一定の時間の中で白黒つくはずの争いも大国が介入することで戦闘が長期化し政治的な背景が複雑化していくという意味で危険なことのように思いますがいかがでしょうか全くその通り危険なことなんですけどこれは特に第二次世界大戦後東西冷戦がなりますよねこれ当時のソ連がものすごく国の安全のことにこう気を遣っていた神経を尖らせていた というこうつまり自分の国が侵略を受けるといかにひどいことになるかというトラウマを持っていたからだということですねえ。つまりドイツの侵略を許してしまったために2600万人ものこうソ連の国民が死んだわけですよね。第二次世界大戦で最もたくさんの国民が死んだのはソ連ですよね。そうなると、この第二次世界大戦後、自分の国を守るためには自分の国が他国から侵略をされないようにするためには、 干渉地帯を作らなければいけないという形で東ヨーロッパでありますとかあるいは北朝鮮に自国寄りの国を作っていこうというこういう,こう自国の安全保障っていう考え方なんですよねだからあのアフガニスタンの紛争が起きるのもアフガニスタンでえがえ本当にこうあの平和なえ落ち着いたイスラムの王国だった時代には ソ連は安心していたわけですけど、それがクーデターが起きて、ソ連のアフガニスタンの国内でこうあの、イスラムの軍事勢力が出てくるとえ、危機意識を持ってアフガニスタンに攻め込んだ、これが今につながるアフガニスタンの内戦につながっていくということですよね。 今の緩衝地帯という言葉ちょっと改めてちょっと考えたんですけど、少し残酷な言い方をすると、そこで代理戦争をやって、大国同士がぶつからないで済むようにするっていう効果がを見込んでるってことですかあそれをねそ、代理戦争ではない、緩衝地帯ってなると、はい、そこで周りのとりあえずソ連寄りの国が、はい、例えば NATO などのどこかの国の侵略を受けて、戦争を始める、はい、そしたらその国の人兵士たちが犠牲になってるのを見ながら、 ソ連軍は準備ができますよああそしてその、えー、東ドイツだったりポーランドだったりハンガリーにソ連軍の戦車が出ていって西側のアメリカ軍とそこの戦場で戦えばいいんだそうなるとソ連国内は平和だよね干渉地帯っていうのはそういう意味ですああ、なるほど。干渉地帯になるのはたまんないですねたまんないですよああだから逆に北朝鮮って あのあの今のロシアとあの国境があ,が,がありますから北朝鮮が韓国によって統一されてしまったらアメリカ軍が駐留する、えー、一つの韓国と国境を接するというのはロシアにとっては悪夢なんですよ。だから北朝鮮って厄介な国なんだけどアメリカ軍が入ってこないからこれは存続するように認めようということになるし北方領土を日本に返すと。 えこうアメリカ軍がその北方領土にえ軍事基地とかレーダーサイトを作るんじゃないかそれが嫌だからえ本当にそれはしないんだという確証が得られない限り北方領土を返すつもりはないここうういうことですよね、うん、現在世界にもおよそ1991年難航した交渉の末米ソの間で戦略兵器削減条約スタートが結ばれました。 これに続く第二次戦略兵器削減条約スタートツーは交渉がうまくいかず発行できませんでしたが2010年再び米ロの間で新戦略兵器削減条約新スタートが調印され今年の3月に新スタートの延長が決まり2026年まで核削減の取り組みは続きます池上さんは核兵器を減らそうという試みは父とはしてはいるけれど進んでいると分析されています しかしトランプ政権下で爆発力を小さくした使える核兵器の開発が提案されましたトランプ政権は終わりましたがひとたび使える核兵器というアイデアが出されてしまうとアメリカに限らずロシアや中国など各国が対抗策として同じ試みを開始する可能性があるのではないでしょうか各国がそれはすでに開始してます中国にしてもロシアにしてもすでにその研究は進んでます アメリカはオープンにやるかやらないかってことがなったので、まあ、大騒ぎになったでもバイデンになってからその使える核兵器の開発っていうのをストップをかけてますからバイデン政権によって核戦略の方針がまた元に戻ったっていうことですよねでもおっしゃるように一旦使える兵器っていうそういう概念ができると魅力的だと思う人たちはいるんだろうっていうことですよね アメリカ、まああの、バイデン自体はちょっといい人に見えたりしますけど、バイデンが辞めるって言ったから、アメリカって辞めると、池上さんはこれは大統領が辞めると命令すればそうなりますから、はい、大統領にはそれだけの力がありますからそうですか、あつまりか使える兵器とか、核兵器を研究しているのは国家公務員ですから、<laughs> う<ん>国家公務員は大統領の命令に従わなきゃいけないんで。 本書の後半では軍事産業をを通してていいいかか、にに戦争がビジネスになるかといったお話をされています。ディープフェイク動画やサイバーアタックの応酬人工知能を搭載したロボット兵隊宇宙における戦闘兵器の開発民間軍事会社の拡大などが進む未来など想像すると戦慄を覚えるところですがこういった戦争に関わる兵器やサービスの開発動向を鋭く見張り適切な警笛を鳴らしていくのは 今後ますますメディアに課せられる重要な役割のように思いますが、いかがでしょうかはい、全くその通りでございます。だから、例えば、うん、あの今回の、ね、東京オリンピックでも開会式の時にドローンで、安、はい、全このドローンで地球をあの空に描いたでしょあれはあのドローン一つ一つにあの爆弾詰積めば <laughs>、ものすごい兵器になるわけですよね。で 今あの、ピョンチャンオリンピックの時に、韓国が本当にその開会式でドローンを使っていろんなことをこうメッセージを出したわけだし、今、中国がそういうことを深のこの上空にそうやってさまざまな絵を描いたりということをやってますね。さらにににドローンに AI によって 顔認識ソフトを搭載するでそれ,ぞれが爆弾を積んでいるということになれば、それにいざ戦争になった時に、こう、あの自発的にですね、人間がいちいち何もしなくても、一旦ドローンを発射すれば、あとはドローンが勝手に、え、的に突っ込んでいくという、それができるようになるわけですね。そして、事実この前アルメニアとアゼルバイジャンの戦争でそれが使われたんですよ。だから アルメニアとアゼルバイジャンの戦闘は結果的にアゼルバイジャンが圧勝したんですねなぜアゼルバイジャンが圧勝したのかというとトルコ製の,の自爆ドローンを大量に使ったからというわけですアルメニア軍の兵士のところにどんどんドローンが飛んできて、えー、自爆したということですね2015年にスティーブンホーキングノームチョムスキーイーロン・マスクなど数多くの世界の著名な学者や大企業の経営者が ロボット戦争などを想定した AI 兵器開発禁止を訴える書簡を共同で発表しました。こういった試みはこれからの兵器の開発にインパクトを与えることができるのでしょうか今それに基づいて各国が、うん、その AI によって自発的なことを兵器を,、えー、を作ることを禁止しようじゃないかという話し合いが始まってます。うん、だから人人間間がこう人間の、えー、を 全く離れて勝手にそういうことをやるととてつもない悲劇が起きるんだというそういう状態を世界中の人たちが恐れてますから、うん、それをなんとか止めようという国際的な条約を作ろうじゃないかという今話し合いが始まってます、うん、ところが先日リビアでそれが実際に使われたと言われてますね、うん、なるほど人間がいろいろやらなくても勝手に兵器が敵を狙って ね、突っ込んでいくというそれが実際に使われてしまったというだからこそ一刻も早くそれを禁止する条約が必要になると思いますねつまり<ー>かつて例えば地雷をなくそうという取り組みがありましたでしょでまあ世界中から地雷をなくそうじゃないかということになって、うん、日本の自衛隊も持ってた地雷を全て廃棄しましたよね、うん、そういうこう その取り組みが今度は AI 兵器について行われていくんだろうということだと思いますしばしば抑止力として各国が独自の軍事力を持つことが戦争を起こさせないために重要であるといった主張に出会いますしかしこの考え方に従うと各国が周りを警戒しながら軍事力の増強を延々と進め合うことになりむしろ危険であるようにも思えます池上さんはどうお考えになりますか全くその通りですね 抑止力っていうかで抑止力という形で、えー、いろいろ武器を進めていくと、今度は周りの国がお恐れるということになるわけですよね。例えば今、典型的なものが日本は敵基地攻撃論というのがあるわけですね。で敵基地攻撃論というと、ちょっとあのあまりに刺激的すぎるからっていうので、はい、敵基地攻撃論って言い方はしなくなりましたね。スタンドオフミサイル <laughs> ええ、要するに遠くまで飛んでいくミサイルを開発という言い方になりました。はい。遠くまでってどこだよって話になるわけです。はいはいはい,はい、はいはい、つまりこれもまた言い換えをしているということですね。ああ<ー>。つまり例えばですけど、北朝鮮が日本に向かってミサイルを発射しようとしていることをいち早くキャッチしたら、それが飛んできてから撃ち落とすのでは間に合わない。それが発射する前に日本が先制攻撃をして それをやっつけてしまう、これも抑止力だという、うねうん、こういう考え方あるわけですね。うん、でも、それによって抑止力だって言って、北朝鮮まで届くミサイルを日本が作れば、うん、当然、北朝鮮はいつ日本が攻撃してくるかもしれないと,、うん、と恐怖心を持つし、うん、中国にしてみれば、日本は北朝鮮に届くミサイルだと言いながら、北京まで届くミサイルを開発し,し,てるんしようとしてるんじゃないかって、<ー>当然疑いの目を持ちますよね。はい,はい,はい、はい 結果的にそういう抑止力というのがエスカレートするとかえって戦争の危険は出てくるというこれもまた現実その通りだと思います日露戦争というと日本が大国に勝利した戦争というイメージですが戦争で亡くなった人の数はロシア側は約5万人日本側は8万4千人と実は日本の方が被害が大きかったという事実を紹介されています 後の国際政治において勝ち取った優位性もありますが冷静に分析してみると戦勝国の方が失ったものが大きいという場合もありえるといううことでしょうかそうですねあのだから日露戦争に関してはあ、今日の読売新聞の長官がですね日比谷焼き打ち事件がなぜ起きたのかということを分析してますけど当時の新聞があのポピュリズムに走ってですねえ ロシアをロシア撃て、ロシア許さずという、あるいは日露戦争では日本が勝った、勝ったと大宣伝していた、結果的にこ日本の国民が日露戦争では日本が圧倒的に勝ったんだと思った、それなのに、えー、南サハリンしか取れなかったということはどういうことだと言って怒って日比谷の焼き打ち事件を起こしたという話ですよね。つまり本当にこう、まあ、アメリカの介入 仲介があってヘロヘロになってやっと日露戦争はまあ停戦になったというかそういう状態だったわけですよねそれをなんか日本が大勝利したんだとこう思う、えー、とその結果そういう焼き打ち事件が起きるということなんだろうと思います本当に日本はやろう国力の限界ギリギリでやっとあの戦争を終わらせることができたんだ そう,いうそういうやっぱり、あの、の判断っていうのは必要ななんだなと思いますねうんあの、まあ、後ほどちょっと話が出てくるところでもあるんですけども、最近の例えば、まあ、あのアメリカの戦い方なんて見てると、もうなんか、勝ったとか負けたとかいうことが重要なんだろうかっていう、<laughs> わけがわからないけど、たくさん人は亡くなってしまいましたみたいなっていうところを考えると、本当に、あの、勝った、負けたっていうのが、どうなのかなっていうのもだいぶ、 るところでまあ、基本、戦争ってね、あの政治の,この延長戦のものだっていうことで考えれば、クラウゼビッツの,の言い方で言えば、戦争っていうのはあくまで政治の、えー、延長線上でのことということになれば、えー、その殺し合いで勝った、負けたではなく、 結果的にそれぞれの国にとってプラスになったのかならなかったのかという結局そういうふうにこう見ていくというそれが必要になることなんだと思いますけどね1928年に63カ国が参加して調印されたパリ不戦条約では国家の政策の手段としての戦争を放棄するという言葉が宣言されていますが3加国だった日本はその後中国で引き起こした戦争を満州事変と と呼んで、戦争ではないと言い逃れようとして、追求されると国際連盟を脱退、さらに新たな戦闘を続けていったと書かれています。今でこそ世界に平和を呼びかける日本ですが、第二次大戦前は世界平和を乱す存在だったと言っても過言ではないという印象を受けます。当時と今で日本はどのように体質が変わったとお考えになりますか。 体質が変わったかどうかはともかく、まあ、戦後はすっかり日本は平和国家になった、えーまあ、特に戦前は世界平和を乱す存在だったことは間違いない、えー、戦後はすっかり平和国家になったということは事実ですけれども、うん、政治家たちがです、ね、都合の悪いこと言葉はそのまま言わないでこれを別の言い方にこう言い換えるということが続いてきているんじゃないかと思うわけです。 つまり戦争をやらないから、あ,あれはう要するに満州事変であると、ねまあ、日中戦争ですよね,ね。つまり日中戦争って言われるのは、終わってからになるわけですよね。あるいは本格的な戦争になってからであって、それまでは戦争じゃないんだと言い逃れをしていたということですよね。それで言ったら戦後だって、日本は戦力を持たないと言ってるのに、自衛隊っていうものを作るわけでしょ。 自衛隊は戦力じゃないあれは日本を守る最低限度の実力だって言ってるんですよ。はい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 戦力じゃなく実力だって言ってるこれ通用するんですかという話になるわけでしょ。うん、あるいはこう集団的自衛権を認めるということになってくると、うんえー、結果的にこう、えー、あ,あのなんていうかな安全保障安日本の安全保障を考えるという言い方に。 こう言い方をしたりです、ね、であね華々しいのはあれですよ、武器輸出三原則ですよ、武器輸出三原則って言って、日本は武器を輸出しないんだよ、他、えー、でよその国で戦争に使われるものは、えー、平和国家として出さないんだよと言ってたら、うん、武器じゃないですと、うんね、これはぼ、えー、防,防衛装備ですと、うんで、輸出じゃないですと、防衛装備を移転させるんですと。うん これ、本当に言い換え、典型的な言い換えでしょ。うん、なんかこうえ、違うんだよと言って言い換える、言い換えしながら、えー、こうい,いろんなことを進めていくという政治家の体質っていうのは、ちょっとも変わってないなと思いますね。ただ、例えば、池上さんのような方がそういうところを見抜いて、バシッとこうメディアなんかで言ったされて、みんながそうだってなると、政治家もその通り、ぴッとはやっぱりなりますよね。<laughs> <laughs> まあテレビで言ってますけど、<laughs> <laughs> 武器質三原則って言わないで防衛装備、移転って言ってるんだけど、これ、いやの単なるの言いい会の逃れだよねって言ってますけど、はい、<laughs> みんな、へえ、なるほどねで終わっちゃう。でもやっぱり世論が反対の方にバーッと行くっていうのは政治家はすごくそれは強引に行くわけにはいかなくなってくるんですよね。はいうん、それは間違いな,くないですよね。<ー>だから、あの、 検察官の定年延長に反対しますという、ねはい、SNS がわーっと広がったらやっぱりそれは無視できなかったってことがありますよね。今は<ー>やっぱり SNS でわーっとどれだけリツイートでそれが広がっていくのかということにやっぱり政治家はこう、まあえー、意識せざるを得なくなっているってことです、ね、報道を通して日韓関係の悪化はよく話題になります。 この数年だけでも日韓関係は近づいたり離れたりを繰り返してきました。韓国は恨みがましいと感じている日本人は少なくありません。しかし本書の中で池上さんは日本がいかにしつこく朝鮮半島を攻めてきたかについても丁寧に説明されています。池上さんから見て今の日本人は十分に日本の朝鮮半島に対する行いを理解した上で日韓関係を語っているとお感じになりますか、えー ま、全くそ,そういう状態になっていないということです。特に今私、いろんな大学で授業してますけど、はい、日本がだから朝鮮半島から例えば韓国併合条約で何があったのかってことを驚くほど多くの若者たち、大学生知らないですよね。うん、こういうことがあったんだって言うとびっくりするわけですよ。なんとなく日本と韓国でなんかあの1965年に日韓、 えー、あの基本条約を結んだあ,のあ,のあるいは、えーあえー、そういう、まあ、ことをや,やってきたのになんか韓国って約束を破ってるよねなんかしつこく反日反日って言ってる嫌な国というそういうイメージを持ってる学生が実に多いということです、えー、あの今日さっきまで実はの、えー、立教大学の試験の採点を。 155人分の採点をやったわけなんですけど<お>、えー、国際情勢についてい,こういろんな中東問題だったり、あるいは日韓関係について、えーこうえー、書いた学生がいるんですけど、はいはい、そもそもこう韓国がなぜ反日なのかってことを私の授業で初めて知ったという、<あ>そういう学生が驚くほど多いですよ。一教大学ですらという方、ちょっと語弊がありますけど。 しかし、過去の歴史の問題などを何度も蒸し返されると、では日本政府はどうしたらいいのかというふうにも思ってしまいますがそれはこう、はい、日本の言い分は日本の言い分としてずっと言い続けるってことですよ。<ー>基本的に若者たちってだけど、韓国のこと好きなんですよ。あははうん、だからこう日本、国と国との関係は悪いけど、<は>こう韓国の,この友人がいたり、 あるいは韓流スターとか、えー、k p o p に憧れている今の学生相当数がそうですよね。うん、特に女子学生は相当あの k p o p だったり韓流スターに憧れるというそういう状態になってます。と、うん、もあの一定年齢以上の高齢層はです、ね、なんか気に食わねえ国だななんて思ってますけど若者はそういう状態じゃないですよね。だから二重ってまるで韓国の,あのグループのように見えるから全員日本人でしょ。 だからああいう二重に参加するとかそういうものを応援するということを今の若者たち全く抵抗感ないんですよ。つまりこう、ね、保守的なおじさんにしてみれば日本人のくせにえ韓,国韓国の女みたいな格好をしやがってけし, <laughs> けしからんと思うかもしれないですけど、ね、若者たち二重にこうに熱狂しているわけでしょ。あるいは防弾少年団にやっぱりね BTS にこう人気がある。 いうそういう意味で言うと、やっぱりなんだろう、その若者たちのその交流っていうのは今ずっと続いてますから、あの日韓関係の未来に私は別にあの悲観的な思いを持ってないですね。あ,あのー、一昔前で言うと、韓国であれ、中国であれ、すごく日本のアニメであったり、ちょっと少し遅れた日本のテレビドラマとか映画とかにすごい憧れてたりとかってありますけど、ああいう今だから逆のことがちょっと起きてるわけですけど、そういう文化的な。 側面のの交流みたいいっていうのは国家間の友好関係に大きなインパクトを与えるとお感じになりますかそれはありますねで、もちろん今でも韓国でもあの中国でも日本のアニメやっぱりあのファンがものすごくいますから、うん、もう鬼滅の刃なんてみんな知ってるわけで、えー、なんだろうそ,そういう,こうあ憧れとか、そういうあの両国間の交流っていうのをやっぱり政治家は無視できないですよね。 それはあの国のレベルでいろ,いろんなことをやりますけど、でもそれぞれ地方にあの、それぞれの選挙区に帰るわけでしょ、うん、それぞれの選挙区に帰って、若者たちが <laughs>、えー、K−POP だ、えー、とかいうふうになってると、あるいはあの後援会の支持者の人たちが、自分たちはそうでもないけど、うちの娘はねとか、息子はもうすっかり反流にはまってねなんて話を聞くわけでしょ。うん あるいはあの去年はね、ネットフリックスで、愛の不時着っていうのはもう爆発的になったりするとなると、やはりね、そういう文化交流っていうのは、やっぱりじわじわと大きな影響が出てくると思いますよ宗教をめぐる戦争や大航海時代の侵略的な戦争など、前半で池上さんは中世までのさまざまな国家間で戦争に突入していく理由は時代とともに変化していますか それとも現代の戦争も昔の戦争と本質的な理由は同じであるとお感じになりますか何でこんなに昔の戦争をこう丁寧に書いたのかというと、うん、表面的なあの戦争というのは形は違っています。使われる武器も違う。だけど結果的に本質的なものは変わらないじゃないか。うん、自分の国さえ良ければいいんだとか周りの国が攻めてきたら大変だな。 どうか自分の国には資源がないけどほ他の国には資源があるじゃああれをぶんどってしまおうとかあるいは独裁者が自分の名誉のために歴史に名を残したい、えー、と言って攻めていくというつまり過去にいろんな戦争があったよどういうことが終わったのかなって書いてきたのはそれを読んだあの子どもたちがああ今も昔も戦争ってにをする人間って変わらないんだなと。 うん、ということをやっぱり分かってほしかったという思いがありますよねだから、うん、だからこそだけど今はそういう昔の戦争のことを知ってるんだからはい、はい、そういうことにならないようにするにはどうしたらいいかっていうことを考える過去,過去の歴史を学ぶことによって過去の失敗を繰り返さないそれが大事なことなんだという思いを込めてこの本を書いたということです 本書の中で日本ではジャーナリストが戦場に行くことを無責任と考える日本の風潮に関して池上さんのご意見を書かれています危ないところへ出向けば戦地でテロリストや危険な政府の捕虜になってしまう恐れもありますマスコミや危険地帯へ出向くことを控えるべきでしょうか結局危険地帯に行かないと忘れられた戦争になるということですよねだからあの例えばスーダン スーダンというところでは20年間も戦争が内戦状態が続いてきた。でだけど、えーまあ、あの資源が取れるわけでもない。いや、今になると実は石油が取れるって話になってきましたけど、アフリカの、えー、そんなところでの内戦があっても、世界は全くこれに関心を持っていなかった。報道カメラマンが行って、えー、ハゲタカに,がに狙われている女の子の写真を出したとたん。えー 国際的に何とかしなければいけないということになってでスーダン内戦が終わりそして南スーダンが独立をしたということを考えればやはりそういう危険なところに誰かが行って知らせなければ誰も知らないことになるで誰も知らなければその内戦はいつまでたっても止まらないということだと思いますよね。 うん、しかし例えばあのイスラム国に捕まったらとかアルカイダに捕まったらとかいうふうになって今度身代金要求は政府に対してきたとかいうとやっぱり世論はこれ見ろみたいになっちゃいますよねなりますね、それはね。うん、でそ、そこがだからまた難しいところですけど、だからジャーナリストは覚悟していくんだから、うん、その場合こう、国に助けてもらうということを期待しちゃいけないんだということですね。うんは ただし、国家はい、は自国の国民をあ,のあらゆる手を取って助けなければいけないんですよ。<ー>つまり、国民を守ってくれない政府なんて信頼を失うことになるでしょ。あらゆる手段を取って、自国の国民は守るんですという、そういう政府の姿勢を示してこそ、はい、国民は安心して命を国に預けることができるということでしょ。 例えば今、新型コロナで本当に国民の命を守ろうとしてくれてるのかって言って、みんなが不満に思ってるから、内閣支持率がどんどん下がってくるわけで、はいはい、ジャーナリストは自分で危険を,をあの承知で,で、自分の責任で、えー、行く、えーで、その時に何かあっても、国に期待してはいけないということですよね。だけど、それとは関係なく、国は、えー、全力で助けなければいけないという。 こういう構造になってるんだと思います戦争になった時に守るべきルールを戦時国際法といい1899年に作られたハーグ陸戦条約や1949年に改正されたジュネーブ諸条約がこれにあたると本書に記されています戦争において攻撃していいのは敵の兵士や戦車、軍艦、戦闘機、爆撃機、軍の基地や弾薬庫であり 一般市民やののインフラを含むななもはは攻撃してていいいけないとご説明されています。各国はこれまで戦時国際法にのっとった戦争をししてきたでしょうか。第一次世界大戦はそれなりに守られていましたね。というのも例えばヨーロッパだといわゆる市街地を離れたところ本当に大平原での、えー、この塹壕戦というものですから本当に軍服を着た兵士同士での殺し合いだったわけですね。 ところが第二次世界大戦になりますと国家を挙げての総力戦ということになってきますそうするとその戦争する能力をなんとかあの叩いておかなければいけないそのためには市街地にある兵器工場だろうがあるいは燃料タンクだろうが片っ端からこれを攻撃していくということになり特に第二次世界大戦の途中から転出してきますよね。うんうん いわゆるこう無差別爆撃ということが始まるわけですね。例えば日本の場合は日中戦争の時に重慶に対する無差別爆撃というのをやりました、はい、これがまあ、だから、重慶に対して、えーま、無差別爆撃をして、まあ、当時の映像がありますけど、一般の住宅が次々にこう爆撃を受けて、あの爆弾で破壊されているというのがあります。 実に大このあたりから要するに無差別の爆撃というのがう始まるようになる、あるいは例えば第二次世界大戦においてもイギリスによるドイツのドレスデン爆撃というのはドレスデンという住宅街に対する無差別爆撃ですね。えーとてまあ、日本でいう東京大空襲のようなことをドレ,ドレスデンでは、えー、イギリス軍がやるわけですね。 大勢のドレスデンの一般の民衆がそれぞれの家の中で蒸し焼きになって死んでいくというそういう悲惨な事態になりました第二次世界大戦の総力戦から次第次第にとにかく相手の,あ,の、えー、あらゆるこの経済能力をあの叩き潰すんだというそういう状態になっていったあるいは、えー、1945年3月10日の東京大空襲になりますと とにかく、いつまでたっても日本が降伏しないものですから、もうこの国民を沿線気分にしよう、もう戦争なんかやってるとひどいことになるよねっていう、それをこう見せつけようという形で、意図的に一般の住民を殺害するという、こういうことをするわけですね。だから東京大空襲というのは、最初から東京の街をすべて焼き払うっていうことを考えて、そのためには日本の都市というのは、紙や木でできている。 木造住宅だから、これを燃やしてしまえばいいんだというので、普通の爆弾ではなく、焼夷弾ですよね。あくまでこう、えー、布に油脂をこう、油、えー、を,を入れて、えー、油をつけて、火がつけばわーっともう燃,え燃え広がる、生水で消そうとするとむしろ燃え広がるというものを作って、東京の街を意図的に。 焼いたわけですねアメリカは本当にこれが効果的かどうかというので日本に焼夷弾を落とす前にアメリカの基地で実際に実験しています、えー。日本の木造住宅を、ね、作ってそこに焼夷弾を落として本当に燃えるかどうかを確認してあこれは非常に効果があるという形でやったんだということですね。もちろん広島・長崎はこれもまさに無差別攻撃だということです。第二次世界大戦の後半から 国と国との争い、戦いであっても、ルールが完全に守られなくなってしまったという現実があるわけですね。現代になると、じゃあ、もうかなり無意味になってきたんですかね、戦時国際法。<laughs> 国がどこまで国家が守るかということになるわけですね。例えば、湾岸ンン戦争の時には多国籍軍はこうイラクの軍の施設しか。 あのイラク軍の兵士とか軍の施設しか攻撃しませんでした、極めて限定的な攻撃でした、うん、あるいは2003年の、えー、アメリカによるイラクの攻撃、これもイラク軍だけを、ね、あの狙った、一般の住民には被害が出ないような形で、えー、あの戦争が行われたということですね。 ただしその後あと、スンニ派の過激組織が出てきて、あちこちでテロをするということになると、<ー>もうとにかくあのテロリストは皆殺しにしろって話に結果的になっていってしまうということはありますけれど、も、うん、初はアメリカがルールにのっとった攻撃をしたんだということですね。ではい、さらに言うと、湾岸戦争に関しては、国連の,あの安保理の決議がありますから、つまり国連のお墨付きを得ているわけですね。国際社会が イラク軍をクエートから追い出すために国連加盟国があらゆるあの手段を尽くすということを決議しているアメリカはそのルールにものっとってやったんだということになりますね外国の戦争に決して参加しないどの国にも味方しないという国を中立国と呼びますスイスオーストリアトルクメニスタンなどが平成中立国を宣言していますが池上さんは本書の中で 中立国も意外国の戦争に巻き込まれない関わらないと前もって宣言するというのは一番簡潔に戦争を回避する方法のように思いますが中立国であるということは何が大変なのでしょうかまた多くの国々が中立国になる宣言をしないのはなぜでしょうか それはね中立だよと言って周りの国が守っ,てもら守ってくれて初めて中立は維持できるわけですよね。結果的に周りの国が認めてくれなかったら、えー、何の意味もないということになります。だってオーストリアってドイツに吸収、えー、合併されちゃったでしょで、ね。国がなくなっちゃいましたよね。トルクメニスタンは非常に中部アジアの。 あのでまあ、周りの国はそんなトルクメニスタンをわざわざ攻撃しようという意図や能力を持った、えー、国が周りにないですから、<ー>そう宣言したってまあ構わないというわけですね。問題はスイスですよね。スイスはとにかく衛星中立を宣言した、<ー>その結果、第二次世界大戦のときには当然、どちら側にも参加しなかったわけですよね。そうすると例えばドイイツ軍軍やフランスススのの戦闘機が、えー、ついうっかりスイスの領空にこう 入ってくるることがあるわけですそうするとスイス軍の空軍が容赦なくそれを撃墜したんですね。で、実力でこの周りの国が入ってくるとこれをた,た叩きのます攻撃するということをした結果的に周りの国々がうっかりスイスに入るとやられちゃうぞと。本来それぞれ敵と戦わなければいけないのに敵でもないスイスにちょっと近づくとやられちゃうということになると結果的に えスイスに近寄らなくなったということですね。ドイツの占領を受けてヨーロッパの国々って悲惨な思いをするわけでしょ。はいはい、その時にスイスは我々を守ってくれなかったってみんな思ってるんですよ。えー、だからスイスって嫌われてますよヨーロッパで。自分のことしか考えてない国だと。えーうん これ日本だとねなんかスイスってね、そうですねアル,<の>アルプスの少女ハイジだったり、衛星中立でいいイメージあるでしょ。スイスの周りの国々、スイスのことを本当に嫌ってますよ。は<ー>助けてくれなかったわけですから、えー、自分たちのことを。<ー>アメリカは助けてくれたわけでしょ。はる<ー>かに大西洋を渡って助けに来てくれたわけでしょ。陸続きのスイスは助けてくれなかったんですから。は やっぱじゃあそういう戦争時に何をするかっていうのは、その後ずっとあるし、恩であるとか、恨みであるとかっずっとっていうことですねその通りですね、だからスイスは EU にも入ってないでしょ、もちろんユーロにも入ってないでしょで、スイスフランの価値さえ保てばいいんだというので、スイスフランって実は非常に価値が高いんですよね。 ユーロよりも非常に信頼できるというので、とりあえずスイスフラン持ってると、えー、なんか財産を維持できるみたいなところがある、そうすると、スイスはフランの価値を守るためには、ユーロにどんな悪い影響があっただったって、えーあの、関係なくやるんですよ。私<ー>、スイスじゃんそのスイスフランをとにかく守るためにという話、スイスに行って取材しましたけど、ユーロのことなんかどうでもいいわけです自分の国さえ良ければいいんですよ。 さらに言うと、宣言協定という、はい、つまりパスポートチェックをしないという宣言協定にはスイスは入ってるんですね。だからユーロには入ってないんだけど、ユーロの国々が自由にスイスに遊びに来たり、買い物に来ることは認めてるんですよ。つまり、スイスに、えー、観光に来てお金を落としてくれるためなら OK、だからパスポートチェックしませんよと、うんはい、どうですか、自分の国が経済的に利益が上がればいいと、こう,こういうことですよね。 やっぱ結構じゃあしたたかなんですね、はい、したたかです極めてしたたかです<ー>アメリカイギリスフランスソ連中国という5カ国が常任理事国であり常任理事国が1カ国でも反対して拒否権を出すと決議が採決されない国連はしばしば機能不全に陥っていると揶揄されますしかし一方ではぶつかり合う大国が意見を交わすことができればだからこそ国連には意義があるようにも思います 池上さんは国連の役割と効果をどのように見ておられますかこれがまさに、軍事大国核、核兵器を持っているこの5カ国というのは、大変な国際的な影響力があるわけですよね。はい、そうすると、何か国連でそういう常任理事国という制度がなくて、みんなの多数決で何かやろうとすると、例えばその常任理事国がへそを曲げて、冗談じゃねえぞって言って、国連決議に反。 あのえ従わないということになると国連があの意味がなくなる存在価値がなくなっていくということになりますよねだから仕方なしにこの5つの国に特権的な、えー、力を与えているえであるから逆に拒否権を持ったどこかの国が、えー、拒否権を行使すると何も動かないということは確かにそうですけど、うん、でもそれによってその強い国が国連から 脱退するっていいうことはないわけでしょ、うん、つまり第一次世界大戦の日本は実は国際連盟で理事国だったんですよね。それがだから脱退した。で、やがて国際連盟が意味がなくなるものになる。日本が脱退し、ドイツも脱退するということになる。そうならないような仕掛けという妥協の産物ですよね。だから確かに。 常任理事国以外にしてみれば不公平じゃないかと思いますけどとりあえずそういう力のある国を国連にとどめておくというそういう,こう働きというのはあるでそういう中で何とか妥協が成立しないかどうかっていうこのまあ交渉話し合いをするその結果、えー、国連として、えー、非常に微力ではあっても何らかの,あの、えー、対策を取ることができるという。 そういうい状態なんだと思ってますこういうものがなくなるっていうのは、やっぱり非常に危険なことなんですよ、ね、もう、えー、そうするとこれ、本当に勝手な国が勝手なことをやったときに、うん、周りの国がどうするのかという、例えば湾岸戦争の時に、イラクがクエと占領したわけですよね、これ、国際ルールに反することですよね、でも当時、東西冷戦が終わった直後だったもんだから、ソ連がアメリカに協力するんですよ。 でだから国連決議でイラクが出ていけという決議ができたはい、はい、国連決議に基づいた多国籍軍の行動ですからこれはお墨付きを得ている国際ルールにのっとった攻撃ということになるわけですよねだからそういう意味で言うとまあ,あの例えばロシアなり中国なりが協力してくれると物事が動くんですよ。はい,はい、はいはいで 協力してくれるかどうか分かりませんけどその時にどうすれば協力してもらえるのかなっていうことをアメリカなりイギリスなりが考えるそれがこう少しでも物事を前に進めることになるんじゃないかと思いますね1928年国際連盟発足後には不戦条約が結ばれ戦争が違法扱いになりました戦時中にどこの味方にもならないと宣言する中立国という存在もあります ヨーロッパは EU という欧州連合を作りましたまた世界平和に大きく貢献した人を称えるノーベル平和賞など戦争をなくすすための試みは世界各地で発生しています例えば歴史学者政治学者知性学者経済学者法学者心理学者など関わりの強い多様な分野の学者が集まり戦争を起こせなくするための画期的な国際ルール作りを共同研究し 一定の調和を確保するための条約や枠組みを解明できたなら、戦争を限りなく起こしにくい世の中が実現できるのではないかなどと考えたりもするのですが、安易でしょうか。はあ、いや全くその通りです。<ー>はい、<laughs> いや本当にそうあるそうあるべきだし、例えば、はい、ヨーロッパの中ではですね、こうヨーロッパの中でこう戦争が起きないようにしようと言って、周りの、はい この各国が集まっていろんなこうルールとかやるっていうのはできあるんですよ。だから例えばフランスとドイツっていうのはこれまで仲が悪くて、えー、戦争してきた。うん、ではフランスかドイツがそれぞれの国の歴史を作るだけではなく、うん、フランスとドイツの共同,に共同の歴史というものを、歴史書というのを作って、それでこう客観的にう歴史を学ぶという、そういう取り組みっていうのは。 ヨーロッパでで、e、ではは EU の中起きてるんですよ、うん、ところがこれがこうその外に出るとなかなかうまくいかない実は日本と韓国の歴史学者が集まってですねこの日韓の歴史を客観的にこう教科書を作ろうって取り組み過去に行われたことがあるんですよところが韓国の学者結局韓国の国の方針に基づいた言い方しかしないんですよね つまりうっかり日本側のことを認めようものなら、要するに、ば国度と言われかねないということですね。うん、結果的にこう二国間というと、例えば日韓というと、そういうことが難しいなと思うんですけど、はい、でも逆にこう世界中のさまざまな国々が集まって、はい、えこれを歴史を考え、あるいは戦争ができない仕組みっていうのを作っていけば。 例えば韓国の学者にしても日本の学者にしてもえそのえ個人の責任が追及されるってことが少なくなりますよねみんなで決めたことだからっていう、うん、そういう意味ではそういう,こう、えー、共同研究あるいはそういう組織っていうのは作っていければいいなって思って思いますけどねこれはね本当に理想だけど必要なことだなと思いますね。 やるとしたらやっぱり国連みたいなところがイメージとしては現実的な感じしますかそこが一つは<ー>国連になった途端国家と国家って話になりますから<ー>国連って国家と国家が加盟してますから、はい、そういう結果的に国家を背負ってって話になっちゃうわけですね<ー>だから国連ではない本当に民間のしかしこうみんなからこうだかな え尊敬されるような人たちによるこう純粋な民間のシンクタンクというものそこがこういろんな提案をしそしてそれが例えば国連に提案をしていくというそういう仕組みの方が望ましいんだろうと思いますね本書は世界の戦争の歴史を分かりやすく紹介する中高生向けの書籍ですがなぜ若い人たちを中心に戦争について語りたいとお考えになったのでしょうか。 編集者からそういういい本を書ててくれって言われたからです <laughs> 言っちゃうと身も蓋もないですけど <laughs> だけど、うん、そうだよねってこう私も快、えー、<ー>諾したということはやっぱりこう戦争のことを今の若者たちがあまりに知らない、うん、そしてさらにはこう今の歴史だと第一次世界大戦の前ぐらいまではやるんですよねあれあれだけど第一次世界大戦後あるいは第二次世界大戦 あるいは日本軍が中国で何をやったのかという話になると、うん、非常に今の政治的な問題になったりするわけでしょ、うん、そうすると学校の先生もですねこれを授業でうっ,かりうっかりしたことを言うとですね、うん、えその,あの生徒が家に帰って親に報告をし親が激怒してくるってことはありうるわけですよ、うん、右だろうが左だろうがということを考えるとこう先生たちがですね もう結果的に時間切れになってあとは教科書を読んでおきなさいで終わっちゃってる、うん、でさらには例えば大学入試の共通テストでもそういう現代史ということになると歴史の評価が定まっていない、うん、歴史の評価が定まっていないと試験問題作りにくいんですよねだから結局それは問題に出ないだから現代史はもし試験に出ないんだからやらなくてもいいよということになり結果的にこう、えー 第一次世界大戦以後のことを知らない若者たちが大勢いるんだということ。第一次世界大戦に日本軍が参戦をし、地中海で日本兵が死ん殺されてるなんてことを知らないですよね。うん、やっぱりこう伝えていく必要があるんだろうと思ったということですね。あのドイツなんかは第二次大戦の後に、すごく反省の方向に全部切って、はい、あの常にこう認めていくっていう姿勢になったから。 逆に言うと何でも言えるというか、あの正直になれるのかなと思うんですが、うん、その辺の違いはやっぱちょっとあるんですかね？これはドイツは周りの国、はい、つまり、ドイツが侵略した。周りの国と国境を接してるわけですよね。うん、日本はこの海で隔たり隔たってますから。うん、そしてドイツって。実は強制収容所。あるいはユダヤ人の絶滅収容所っていうのは？ ヨーロッパ中に作ったんですけどドイツ国内にもあるわけですよつまり加害の歴史がドイツにはあるんですねドイツ人が嫌でも目をそらすことができないドイツ人がユダヤ人を虐殺したという証拠がこれ国内にあるわけですよ日本はないんですよ日本,は日本の加害の歴史は中国大陸だったりあるいはシンガポールだったりフィリピンだったりあっちに行けばあるんですけど日本国内にないんですね 日本国内にあるのは広島、長崎、それから東京大空襲ですよ。被害の歴史しかないんですね。結果的に加害の歴史という自覚がない。そこがドイツとの大きな違い。で、ドイツは加害の歴史を国内に持っている。そして、ヨーロッパでドイツがこれからやっていくためには、周りの国との関係を維持しなければ、国家が存続しえないという、そういう中で、 いろんなこう戦争犯罪とかいろんなことをこれを謝罪するということをやってきたんだこれがやっぱり違いなんだろうと思いますね。